前回は、開幕の次のカードかな、それでベイスターズ相手にね、勝ち越しと、であとはカープ相手にね、まあ、正直ね、あの1年目の、今シーズン、まあ、ゲーム内でいうと2022年度、2022年度に関しては、まあ、優勝とかは、ね、目指してないんで、うん、まあ、カード勝ち越さないといけないとかね、そういう話はまだまだ先かなというところではあるので、まあね、カープには負け越したんですけど、まあまあいいかなと思います。はい。前回がね、これ3勝3敗ということで、まああくまでね、まあ1カード1回でも勝てれば、うん、1カード1回はね、最低勝とうよっていう、であとは連敗減らそうよっていう、それだけね、1年目の今年は、守れればなと思います。はい。というところで今回はね、ヤクルトと、またまたベイスターズさんとね、やっていこうかなと、うん、思います。強い雨がグラウンドを濡らします。強い雨だな。神宮球場です。すいません。ブライト外野まで行こう。流れを渡しブライト。いいね。いいねブライト。いや惜しいな。まあ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 。しゃあしゃあね。ナイスナイス。ナイスドラゴンズ1点を先制しました。期待に応えたなブライトが。ちょっとブライトが強すぎるのかな。ちょっとあれかもな、うん、ちょっともうちょい弱くてもよかったかもな。せいぜい 1段階か2段階ぐらいしか覚醒させないとは思うんだけど、ちょっともうちょい弱くてもよかったなーってのが全然戦力なんだよな。で梅津はもう正直お祈りうん、まあそれはスクイズとかできないだろう。ナイスやるね、やるやん、梅津。ナイスナイス。サードランナーホームイン。梅津当たってんな。ドラゴンズ1点追加します。ちょ、林頼む。いや、いいねバックホームする。素晴らしい。ちょっと強いな。ちょっと意外と勝てるぞ。おい。意外と勝てるぞ、ドラゴンズ。いいぞ、いいぞ。意外と勝てるぞ、ドラゴンズ。ここで離されたくはないですね。ここで打席には3番の石川が入っています。ここで行きたいな。いやーでもどうだろうな。でも俺ここで行きたいな。やっぱ1点大事にしたいからな。俺ここで行きます。ここなんすよね。石川高谷にスクイズさせんのっていう、ここなんよ。うまいうまいうまい。高谷ごめんね。もう立浪監督もニンマリアは。高谷ごめん。ちょ早い回から得点できてるからね。あーこれはまずいかも、まずいかも。いやしょうもない、神宮しょうもない、神宮しょうもねえよ。先頭バッターを出してしまう。あーちょっとやめて、試合止め。いや俺たち勝てるかもしれないからやめて、試合止めないで5回まで行こう。あれもうゼロバツってついてる。あーもうゼロバツってついてる。あーもう3回にもうゼロバツって入ってる。あーもうこれ試合終わる。あらあら耐えた。えスコアボードにゼロバツあったけど耐えた。今電光掲示板ゼロバツだったけど、あれ試合中止の時のやつじゃない？耐えた。そんなことある。うん、これも神宮だから怖いよ。危ないね。打ち方分かってるな。くっそこいつら打ち方分かってやがるあいつら。俺たちも教えてもらおう、教えてもらおうっていうかコツ掴みに行こう。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ちょっと変えようか。出ましたがスワローズ、ややこしいな。小沢からの木沢、小沢からの木沢、ややこしいな小沢からの木沢かな。そうだな、ちょっと頭ごっちゃごちゃなっちゃったけど、うん、あれさっきも小沢だったうんってなったけど、小沢からの木沢ね。オッケーオッケーオッケー。絶対勝負だ。だここでバーサスなんかしてくるわけない、普通に考えて。ダメ、ワンチャン胸回るやんけ。こんな感じだったらワンチャン胸回る。あバーサスかい。でもどうせサンタナいるんだよな。ワンチャン胸回るの嫌だな。
ナイスナイス。ここは併殺だけは空振り三振。ナイスナイス。前にボールを飛ばせません。ツーアウトバーサスだったら、コーチャー権切ってない扱いだから、もう一回行くよ。このチャンスの間にね、しっかり点に結びつけて。これはさすがに勝負だろう。そうですね。ツーアウトだもん。そしてこのチャンスで打席には6番のサンタナが入っています。ああ、これ勝負だわ。ベンチから出てきたら勝負だもん。ああ、これは勝負だな。バーサスかい。サンタナもいいんだけどな。まあ、外はやっぱあんまいいイメージないな。もう盗まれた。あ、でもホームランじゃない。いや、これでかい。これでかい。これでかい。いや、わかんない。これは浜田は知らない。浜田は知らないです。盗むなって。もう高津が盗み寄るわ。もういつも盗む高津が。2打席連続は確信だろう。しょうもないことすんなよ。いやー、そう、勝負だも残ってんのか。そうか。いやー、おもんないわ。態度悪いし、ベンチの。あんなやつに、あんなやつに負けんの？ベンチの態度悪かったぞ、高津今。ごめん。橋本がよくねえわ、テンパってる。何してんの、もう。メッツ頑張ってたのにな、ノーアウトも取れてんし、ワンアウトも。ゲッツーなら逆転でしょ、ゲッツーも取れない。取れよ。ああ。あれ？さあ審判団が雨の状況を確認してまだ雨が強い中ですが、いやいや、これあれ試合成立やんけ。おい、試合成立のやつだろ。この段階で買収されてるやん。ということになりました。買収これでコールドです。買収されてるやん。コールドで勝敗つかず引き分けという形で終わりました。嘘、俺たちが買収した。え、嘘、一応今でもランナー帰ってきてなかった、今。今もランナー帰ってきてただろ、今。嘘。同点に追いつかれて、その後ヤマンテストのゲッツー崩れの間に、三塁ランナーが帰ってきたとお見受けしたんですけど。あれ？そのプラス1点って加算されないんだ。本当はプレイ中に止めたかったけど、止められなくて。これ解説いるぞ。おい、マイクもらってこい、ウグイス嬢から。神宮がウグイス嬢かわからないけど、球審のって言わないと。球審説明いるよ、これ。最後帰ってきてたんじゃない、テストのゲッツー崩れの間に。なんかラッキー。なんかラッキーだわ。うん、俺らが買収しました。買収されたと思ったけど、俺たちが買収してたわ。ナイスナイス、いい買収。ああ、まあ、さらに雨天中止、雨降るね、神宮は。頑張れ高橋宏斗。高橋宏斗も見たいけどな、ちょっとどっかで。ああ、でも絶好、ワクさん絶好調だから、ワクさん行くか。これで高橋宏斗見よう。ワクさん前倒しで。ちょっとワクさん不安だけど。絶好調ならまあ大丈夫だろう。頑張れワクさん。頑張れ頑張れ、勝とう。1カード一勝。1カード一勝しようよ、ワクさん。ワクさんっていうか、中継ぎが良くないな。木の卓はダメだって。木の卓はだ、お前が怪我するんかい。高橋周平とさ、石川昂弥怪我しにくさ F。ビシエド怪我しにくさ E。木下拓也は怪我しにくさ D。お前が一番最初に怪我するんかい。木の卓怪我、あ、木の卓それはまずい。木の卓。木の卓それはまずい。でかすぎる。でかすぎるって。ちょっとリアルのあれになってるやん。リアルのさ、あの、石橋くん覚醒させるからめちゃくちゃ強えや。石橋くん。覚醒させるからめちゃくちゃ強え。
よかった。覚醒させてよかった。よかった。え？高橋宏斗勝ってないじゃん。そうか。2022年ブレイクか。そうか。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。なるほどね。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。行こう高橋宏斗。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズの4回戦。この東はもう最大限に警戒しよう。小宮山悟さん。まずはベイスターズの先発東。覚醒マックス東。東マックスと呼ぼう。ちょっと古いけどね。ちょっと古いけどアズマックスって呼ぼう。ナイス。センターに抜ける。こんな若い子たちにそんな力はないもんな。いいじゃない。伸びていく。どうだ。石川昂弥。はい、ベイスターズ。ハマスタにシェイシェイと。ハマスタにシェイシェイです。打ち方分かってんね、石川昂弥。ハマスターはこれでいいよ。ハマスターにシェイシェイ。ナイスナイス。しかしまだ2点差。後続はしっかり立って反撃と行きたいところです。いい笑顔だ。めちゃくちゃ顔似てるな。バッターは一番オースティン。え？ベイスターズはご覧のようなオーダー。目を疑いました。やるね大輔。大輔やるやん。大輔おもろいことしてるやん。ドラゴンズマウン一番オースティン。バッターはオースティン。こりゃ厄介よ。一塁線ちょヒロと。やっぱこうやっぱベイスターズストライク先行ダメなんだろうな。でもこの回まで行こう。この回まで行くよ。ヒロとまあ弱音吐くな。この回まで行くぞ。ここも見送ってヒロと選びました。フォアボールです。ヒロ取って。俺たち打てないの分かってるだろう。なあ、ヒロと。ヒロとすぐ吐き出すなよ2点を。さあ犠牲フライなら同点だが。お前。3日分やぞ2点なんか。おお。よく言うけどさ。3日分の食料これだけしかないとかさ。3日分の食料1日で使っちゃったのねみたいなあるだろ。それと一緒なんよ俺たちは。2点って3日分なんよ。3試合分よ。そんな貴重な2点をさ、そう簡単に吐き出すなよ。ティロとヒロとヒロとさ、フェアに行こうや。おいおい、ストライク先行そんなだね。もう変えないよ。でも俺直道行くか。まあここは直道だな。でちょっと後悔がないようにここで切ろう。ここで我らが立浪監督に言ってもらおう。ありがたいお言葉かけてもらおう。うん、ここは行くしかない。満塁なんてそう簡単に作れるチームじゃない。我らが立浪監督にワンチャンかぶってんじゃないか。もう引退間近の立浪さんとかぶってんじゃないか。堂上直道ワンチャンワンチャンかぶってない直道。平行カウント。ナイスナイス。さすが一番いいコマンド。ナイスナイス。直道いいよ。直道ナイス。さすがやっぱ立浪監督のお言葉は重みがあるわ。熱い熱い熱いよ。おじちゃん、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 おじちゃんありがとう。さすがおじちゃん。これ大島洋平、お洋平だっけな。大島めちゃくちゃ年だから俺は勝手におじちゃんって呼んでるけど、あれよ岡林、押し出しでいいよ。押し出しで岡林。この回点は取られましたが、まだ若い。食い止めました。6球目は何で来るか。サクッと言ってくんね。はっ、よく見極めました。ちょっと待って、ノーアウトから。まさかうちら中日ドラゴンズで高能力持ってる選手いる？援護丸？え？清水。清水を最大限に活用しよう。来ましたね。さあワンアウトに。もう面倒いことすんなよ。ここで勝ち越せばかなり有利になりますね。ああ、スクイズね。はいはい、しゃんしゃん。おもんないわ。ランナースタート。スクイズしてきた。あーっとー。
危ない。ナイス。うまっ。清水ナイス。清水これ増額です。よかった。年俸上がるよ、清水。よかったね。このプレイ年俸上がるわ。年俸か。年俸だな。年俸上がるわ。これ5万円すやわ。川越大事よ。活躍しようよ、川越。いいじゃない、いいんじゃない、いいね川越。やっぱそのヒゲだ。いや、ヒゲ剃ったんか。確か中日入ってヒゲ剃ったんだよな、確か。そのヒゲは伊達じゃないねって言おうと思ったけど、確かリアルの川越はヒゲ剃ってた気がするな。川越いいよ。劇場とかしないやん、ライネルは。危ねえ。冷静に。ナイス。この世界のライネル不安だな。あとずーっと言わなかったけど、立浪監督が着てる何ジャケットというかアウターが青すぎる、うん、青すぎるよ。そんな原色の青じゃないだろう。ずーっと思ってたけどヤクルトから青すぎる。あまりにも不自然。頑張ろうドラゴンズ。ナイス。この一勝でかいよ。ナイス。ナイス。また8回とか9回までやってるやん。9回ビシュタイムリーで清水が勝ち投手。清水ライネル連投はまずいって。それがまずいって。ジャイアンツ。いや、いいでしょう。3000万つけてるからな。言っとくけど。田島しか見てないだろ、お前。まあでもちょうどいいわ。実は北村じゃなくて若林とかの方がいいかな。若林だっけな。とかの方がいいかなと思ってたところもあるから。いや、でも北村だな。うん、北村だわ。全然北村。岩崎と3000万。岩崎と3000万どう？もうこのな、この星255の250超えてスレスレの選手たちがみんな30超えてるってのがな、本当にドラゴンズが弱いところだわ。阪神とかでやってる時はね、ここになんか25歳とか25歳付近の選手がね結構いっぱいいたから、トレードもしやすかったし、まあ、ロッテの時もそうだったんだけど、中日ここら辺にいるのが全員30歳ぐらいだから、トレードに弱すぎる、あまりにも。で、このゲームしかも枠パンパンやからね。この枠パンパンだから、右の巨人が70分の70で枠パンパンだから、1対1しかできないんだよな。1対1以上できるとこないかな。もう強打いいな。いい選手いるね。素晴らしいな。本当はあんまり阪神でも取ってた年金をね、取るのは心もとないけど、まあ阪神の時は年金はね、裏ローテというか控えがメインだったけど、中日ではバリバリレギュラーで使うから、まあそういう意味で違うということで年金行こう。やっぱ結局年金なんよ。このゲームで一番強い選手です。これネンティンです。うちのおじちゃんたちを。よろしくお願いします。分かってます。うん。田島も福田もドラゴンズに貢献してるから、ドラゴンズで引退させたい気持ちは私もありますけど。うん。先ほども言いましたが、チームが強くならない。うん。まあ、リアルでは別にどうにでもできるけどさ。うん、FA とか、外国人補強とかお金めちゃくちゃ突っ込めばいいだけだから、ゲーム的にはもう厳しくいかないとどうしようもない。ここでいこう。はい、終わります。お疲れ様でした。